こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。最近、豪州潜水艦建造計画の遅延が取り沙汰される状況だが、当然、仏を選んだ時点で、現在の予想はついていた。だが、日本を選んでいたら、イフはありえないのだが、日本人は、納期をしっかり守る。豪州人の言葉が気になった。それは、平均身長が10センチ違うというものだ。それは理解できるだが、その平均差を埋める性能が、双竜型にはあったのだ。自国建造計画は叶わないが、その代わり、高性能な潜水艦が手に入る。原子力潜水艦が採用できない豪州で通常動力型潜水艦で、世界でトップは日本だ。それと別に、追加で話し合われていたことがあったとは、それが、ベッドサイズをオーストラリア人に合わせ170センチメートル以上のサイズに変更。女性用の専用スペースも追加。炊飯器を取り除き、パン用オーブンの設置。アルコール飲料のための冷蔵庫の追加。そして、そう、琉球には洗濯機が搭載されていないが、オーストラリアは乗組員用の洗濯機追加を要求していた。自動化率が低い。コリンズ級は58人乗りなのに、双竜級には65人も必要。乗組員不足に悩まされている潜水艦の立場では、人員の過剰消費は致命的。では、豪州が過小評価した双竜型でリチウム電池搭載潜水艦。この双竜潜水艦が発表された時は豪州も、今現在でも日本に揺らいでいるのは見て取れる。では、豪州の現在を詳しく話していこう。昨今は、2016年にフランス提案に決定したものの、時間的な遅延や想定以上の調達コストなどから、その行方が危ぶまれているのが、オーストラリア海軍の新型潜水艦計画だ。この新型潜水艦はアタック級と命名されており、当初の計画では全12隻を調達する予定と報じられていたが、前述したような問題点の浮上から今後の動向が注目されている。さて、2020年現在でオーストラリア海軍が就役させているのがコリンズ級潜水艦であり、これを6隻保有しているが、アタック級の調達が計画通りに実施されれば数で2倍となる。領海と排他間と排他的経済水域を合計した面積において、オーストラリアはアメリカに次ぐ世界第2位であり、同7位の日本のおよそ2倍にあたる広大な海域にわずかに6隻では、確かに少ないと感じられる。これに加えて、中国海軍の南シナ海や台湾海峡への脅威の増加を目の当たりにして、経済的には中国に近いオーストラリアも、政治的に近いアメリカとの防衛協力に
舵を切ったとも言えそうだ。現在、オーストラリア海軍が配備しているコリンズ級潜水艦は、水上3051トン、水中3353トンの排水量を持ち、全長 77.8 メートル。幅 7.8 メートルという大型の通常動力型潜水艦だ。この大きさを超える通常動力型潜水艦は、日本の海上自衛隊が保有するのみと言える状況であるが、コリンズ級のベースとなっているのはスウェーデンのヴェステルイエトランド級潜水艦だ。コリンズ級潜水艦は、これを実に約3倍にも拡張した排水量となっており、そうした設計上から起こる問題や、単純にオーストラリア海軍の運用人員の上から稼働数が一隻となるなどの状況も生じていた。オーストラリア海軍は先に挙げた広い海域をカバーするために、長大な航続距離を通常動力型潜水艦で実現しようという意図を持っており、その意味からは日本の潜水艦が最も近い存在と言えそうだ。日本と同じく、オーストラアも政治的に原子力推進型の潜水艦の導入は厳しく、これまでも通常動力型潜水艦のみを採用しているが、スウェーデンの潜水艦の使用とは隔たりが大きかったのが事実だろう。これはスウェーデンやドイツなどの潜水艦設計で顕著な沿岸部の比較的狭い海域内での使用を想定した潜水艦とはどうしても相入れない部分であり、それゆえにコリンズ級が支障をきたしていたと思われる。まがいなりにも現在収益中とはいえ、コリンズ級潜水艦は通常動力型が原子力推進型に比べて優位性があるはずの静粛性に難点があり、さらに信頼性も低いと指摘されてきた。こうした指摘が順当であるとすれば、運用側のオーストラリア海軍の現場では次期アタック級潜水艦こそは、そうした基本的な課題をクリアしたものを要求すると思えるのだが、現実はどうだろう。フランスのシュフラン級原子力潜水艦をベースに、その機関部を通常動力型に変換して建造するというのは、どう考えても仕様変更に膨大なコストを伴うことは明らかに見える。これはただ単に機関部を置き換えるというだけではなく、原子力推進型では仕組み上不要不要となっている大気を取り入れるためのシュノーケルなどの設備までを組み込む必要が生じるためだ。こうした点を踏まえてのことなのか、フランス側からはオーストラリアが大丈夫なのであれば、原子力推進型のままの潜水艦として用意することも可能だと匂わす発言も聞こえてきている。純粋に軍事的なオーストラリア海軍からの要求性能を満たすことのみを考慮するならば、最も理にかなった方式はその通りだろうが、それなら、オーストラリアは、つながりの深いイギリスを頼らないだろうか。オーストラリアでは、
世界各国の自動車製造工場が次々と撤退する事態に見舞われており、こうした製造業の雇用維持の観点からも自国内での建造をアタック級に求めていたと言われている。日本の、そう、夕方が候補の一つに挙げられていた際にもこの点はネックだったと考えられ、防衛機密の塊として日本側がこの建造と技術移転を了承することは考えがたかったのが現実だろう。とすれば、純然たる通常動力型潜水艦としてはもうドイツくらいしか選択肢が残されていないとも思えるのだが、こちらも自国や韓国での評判を聞く限り微妙な選択だとしか感じられない。オーストラリアのコリンズ級潜水艦の代替時期は刻一刻と迫っているとはいうもの、経済的に厳しい同国が果たしてどのような結論を迎えることになるのかは未だはっきりとはしていない。こうした点から、フランスと結んだアタック級潜水艦の契約も、違約金さえ準備して支払えば、今からでも破棄することが可能だとする声も、聞こえてきているが、今後の動きに注目すべきだろう。ただ、ここまで、潜水艦の調達が難航すること自体、オーストラリアに海洋国家としての危機意識がどこまであるのだろうかと、これまで直接的な脅威にさらされていないことを不思議にも感じる。